ウバルド・フィジョールはアルゼンチン出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。現在はアルゼンチン代表のゴールキーパーコーチを務めている。最初にデビューしたクラブチームのキルメス・エシーで57試合に出場した。1972年にラシンクラブに移籍し、1974年からは9年間 CA、リーベルプレートに所属した。 それから AA アルヘンティノスジュニアーズ、ブラジルの CR フラメンゴ、スペインのアトレティコマドリードに在籍した。その後アルゼンチンに戻り、ラシンクラブに在籍し、1991年に CA ベレスサルスフィエリドに在籍したのを最後に現役を引退した。1974年にデビューし、同年開催された FIFA フフワールドカップに出場した。 4年後の 1978FIFA ワールドカップでは若きキャプテンダニエル・パサレラ、ストライカーマリオ・ケンペスらと共にアルゼンチンのワールドカップ初優勝に貢献した。そして4年後の 1982FIFA ワールドカップにも出場した。1986FIFA ワールドカップ予選では後西部を連発し本戦出場に貢献したが、この大会の前年に代表を引退し、 4大会連続出場はならなかった。ありがとうございます。